はようございます。釣り子 TV です。こちらですね、ダイワの新しく出た21ジリオン SVTW の1000のね、ローギアモデル。ね、これをね、買ってみて、それでね、釣り納め、ね、今年なかなかブラックバス行く回数も少なかったんですけども、ここは一発ですね、霞水系におかっぱりに行って、で、このジリオンね、使い倒して、締めのバスを釣るぜ。ね。こういうことで行ってきましたので、まあね、実は、魚釣れなかったんですよね。まあなかなかね、ポーンと行ってね、ポンとね、釣れる時期ではないので、覚悟はしていたんですけども、ただただですね、まあこれ、ジリオンでね、いろいろなルアーを投げてみて、これのですね、ブレーキ性能であるとか、投げ心地であるとか、使い心地の方ね、ちょっと見えてきましたので、まあ今回はね、インプレっていう感じで、紹介していきますので、ぜひまずはこちらをご覧ください。おはようございます。釣り子 TV です。霞ヶ浦水系のですね、横利根川にやってきました。今日はね、12月の23日、クリスマスイブイブっていうことでお休みが取れたんで、これね、新しく買ったジリオンね、これがどんな使い心地かね、ちょっと試してみたくてやってきてみました。それじゃあ、釣りの方をしていきます。で、使うタックルはね、今さっき、釣り具屋さんで買ってきました、サーキットバイブね、この時期の定番ルアーってことで、デプスのサーキットバイブ使っていこうかな。で、ラインはですね、フロロカーボンの10ポンドを巻いてみております。こんな感じのね、プリ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 って感じの仕掛けで、じゃあちょっといきなり根がかかると嫌だけど投げてみます。あー、なるほど、今ブレーキかなり強めにしてたんで、こういう小粒なやつも案外投げやすいなっていう。あー、で、今ねブレーキがこれ7とかそんなもんですけど、今サミングしないでも全然ね、バックラッシュしなかったな。へえ、あ、もうちょっと緩めてみましょうか。ブレーキ4にして、キャストコントロールはゆっくり出てくぐらいの設定にして、あー、飛ぶようになったけどちょっと糸が浮くね。だからねブレーキ設定7ぐらいでとりあえずやってってみますかね。ただ今日やろうと思ってる釣りは、手前にピッチングでちょいちょい投げていくような釣りなんで、飛距離申し分ないな。これで浮かない程度にブレーキしてくれれば。ミノーとこの小粒なメタルバイブ雰囲気でやりかえながら打っていこうかなって思ってます。はい、じゃあスタート。もう12月も後半だけど、たまたまあったかいそんな日なので、こういう時はそこをじっとおっと狙うよりも、ちょっとミノーで浮いてる魚探した方がいいのかなって感じもありますけど、あー、やっぱボディが軽いんで、こういう一日地味な釣り作業を続ける時とかに、この 170g 台っていう軽さは一つ武器になりますね。もうひたすらしゃくってしゃくってって感じだ。あー、ちょっと緩めすぎたかな。
このキャスコンのところがいじりづらいかなと思ったけど、実際に使ってみると親指でこうしっかりとずらせるというかコントロールできるんで、あとはね魚かけたドラグドール、あドラグこれクリック音になるんですか、魚かかってほしいな。多分今日が2020のバス釣りラストになると思うからね、なんとか当たり出したいですけど、まあ、なんだかんだ冷えるっつってもやっぱ夕間詰めとかにチャンスがあると思うから、あと半日ね。日がない一日しゃくってしゃくってやっていこうかな。ちょっとメタルバイブは反応なかったんでガラッとミノーの釣りに変えてます。で、まあジリオン重いのはねもちろん投げやすいだろうって感じなんで、こういう軽いミノー、こういうのどうかな。ビフリーズ必要十分だね。あーいいねいいね、飛ぶなあ。今フロロカーボンの10本ドラインですけど、結構なんだろう、川の真ん中まで飛んでノーサミングでトラブらない、これはおかっぱりとかでねやる上でも強い武器になるんじゃないかな、ね、見ててくださいこれ。ね、ブレーキは強めの7にしてキャスコンはチーってルアーが出るぐらい、こんぐらいの設定で川の真ん中ぐらい、横利根川ですけど飛んでいってノーサミングでトラブらない、こんな感じですね。よし、じゃあこれでね護岸際とかをこうゆっくりね、まあ冬っぽい釣りですよね、やっていってみます。受けましたが当たり出せず、最後はメタルバイブちょっと真っ暗になるまでしゃくって終わりたいと思います。いやーでもね、新しいリールがどんな感じかは分かったんで、使いやすいってことで、まあね、絶対もう最近出るリールは性能がいいのは当たり前として、じゃあどこで選んでいくかですよね、好きなメーカーってのもあるかもしれないし、なんかコンパクトで平たい感じが台輪だとして、メタニウムはもうちょっとなんだろう、キュッとこう決して握りづらいってわけじゃないんですけど、台輪の方がなんか平たいっていう印象かな。でもそのぐらいで投げ心地はね、遠心のあのメタニウムももう全然トラブんないし、すごい感じになってますし、マグネットのね台輪のこれもまあトラブんない、今日一回も重傷になるようなバックラッシュしてないから、まあ
キャスコンとかね、そんなに緩めてもいないけど、トラブルやつはやっぱりトラブルかな。暗くなった瞬間にめっちゃ寒くなるな。というわけで丸坊主で帰ってきました、まあ、こんな感じでね、今これフロロカーボンの10ポンドラインね、フロロマイスター入れてるんですけども、で今回ねおかっぱりでちょっとミノーとかメタルバイブ中心でいこうっていうことで、サオはねこれね、あのメガバスのシルバーシャドウっていうですね、6フィートで、まあ、巻物をいろいろ使えるよって、実はシーバスロッドなんですけども、ハイシーズンなんかもねこれでちょっとね、まあ、例えば X80Jr. であるとか、ちょっと大きいところだと、タイニーブルシューターとかね、そんな感じで結構ね、使いこなせちゃうっていうことでお気に入りの一本なんですけども、このセットでね、いろいろルアーを投げてっていうことでね、まずやってきてみました。で今回持っていったのがね、この時期よく使うですね、ミノーがたくさん入っているよボックスっていうことで、まあ、どんな感じのルアーを、この時期ね使っているかっていうのがね全部入ってるんですけども、主にねあの小さめのなんだろう、鉄板バイブと、あとはロングビルミノー、それとねショートビルミノーっていう感じでね、あとはここら辺なんかはねあの全部、フラッシュミノーですね、ラッキークラフトの、これ昔から好きでねよく使っているので、であとバンクシャットであったりとか、またフラッシュミノーが入ってたりとか、いろいろねこの時期ね大切な一匹を釣るためにっていうことであるんですけど、まずね、まあ、動画の中でも使っていたんですけども、こんな感じの組み合わせ、デプスのですねサーキットバイブ、これがねサーキットボードを使用していて、でメタルの部分があって、すごいねレスポンスよくブルブルブルってすごい振動でね動いてくれるんで、この時期のですねリアクションバイトというかですね、まあ、鉄板バイブゲームですね、よく使うんですけども、まあ、このジリオンね、同時に出たアルファスなんかと比べるとちょっと糸巻き量も多いし、そういう、まあ、ちょっと軽めのやつより、なんだろう、大きめ重めのルアーが得意なのかなって印象があったら、まあ、そっちはね十分ね投げやすいだろうっていうことで、こういうちょっと小型なね、10g 未満のものとかどうなのかなって思って使ったところね、ほんとノーサミングとかでも、しっかりとですね、ブレーキが効いて、なんかね、ほんとこれ重症バックラッシュはまず1回もなかったなっていうことで、そこがねまず使いやすかったなね。でこのフルメタルボディで非常にカッチリとした剛性感があるので、なんだろう、こういうメタルバイブとかをねがっしり持ってプルルってやる動作とかね、ボディが軽いけど剛性感があるので非常にやりやすかったなぁなんていうね、そんな印象がありました。そして、今回ねずっとメインで投げていたのが、ほぼね半日ずっと投げていたんですけど、これねラッキークラフトの B フリーズ、サスペンドモデルですね、このねスプリットリングのところをこれはねあの P ラインで結んでいて、でフレキシブルにね稼働するよ、バレづらいよみたいなね、そんな感じにしてるんですけども、この、PE ラインで接続することによって、通常より少し
大きめの針をね、乗せることができるかな、それでもねサスペンドが維持できるかなっていうことで、どちらかっていうと、まあ、P ラインのメリット、まあ、フレキシブルな可動域を作るっていうのもあるんですけども、通常より、1個ね番手の大きい針を、後ろと前に背負わせることができるよって、このね後ろなんかはねこんな感じの4本針なんですけども、こういう感じで楽しんでいるんですけども、まあ言ってもねこれ結構軽いルアーなのでね、65SP っていうことだったと思うので、はい、今ね重さ測ってみたんですけども 5.4g ね、非常にね、軽くて小型なミノーなんですが、そんなところもねこのねジリオンねほんとね、投げやすい、まあどちらかっていうともうちょっとね専用のリールの方がいいのかもしれないんですけど、とにかくね、バックラッシュは重傷なもの一回もしないし、そんなにね糸も浮かないし、かといって飛距離が、そこまでね、少ないわけでもないし、ショートピッチとかねたまにロングキャストを織り交ぜながら、好き放題投げてもねトラブらないね。だからこのジリオン剛性感とかちょっとタフネスっていうところがですね、フィーチャーされているかななんて印象なんですけども、実際には、小型軽量ルアーなんかも、即座に対応できる、万能なリールかななんていうね、印象がありました。で、だいたいこのフルメタルボディで 175g 前後とかのね、ボディ重量とかって考えると、シマノの、20メタニウムとね、非常にライバル機なんじゃないかな、なんていう印象で、使ってみたんですけども、ほんとね、どちらも、非常にトラブらなくて、で、軽くて、で、剛性感があってっていうね、いいリールだな、なんて思って、まあ、違いのところで言ったら、このね、なんだろう、ダイワの方が若干メタニウムなんかと比べると、広く平たい握り心地っていうねそんな印象ですかね。だから自分なんか結構手が小さい方なので、なんだろうギューッとね小さい手で握り込みたいなんていう人はあのメタニウムなんかね非常にね、シュポッとね入るんじゃないかななんて思うんですけども、でも逆に自分の周りとか非常に手が大きくてしっかりと握り込みたい大きな手でもなんていうね、話よく友達なんかとするんですけども、そんな人には、このジリオンの平たくてでこうペターっとしたボディがなんだろうギューッとね大きな手でガチッとね握り込みたい人なんかにはもしかしたらねベストマッチな握り心地なんじゃないかな。もちろんね、手小さめの自分でも、ここまでね平たくなってるんで非常に力が入れやすいというかね、ギューッと握り込むこともできるし、でフルメタルボディでガチッとしたね、握り心地感があるし、まああとはね非常に滑らかな、巻き心地、まあ、ここら辺はもうね、この3万円前後で買えるリールなんかで言ってもね本当、まあ以前だとやっぱりシマノかななんていう印象があったんですけど、久しぶりにダイワのリールを買ってみたら、あ、ダイワこんな滑らかなんだっていうところと、やっぱりマグネットブレーキが持つね独特の本当どんなルアーとかも優しくねバックラッシュしないで、投げさせてくれるっていうね、そんな印象が際立ったななんていう風に感じました。まあね今回はちょっと、釣れなかったんですけども、まあね軽めのルアー中心に非常に投げ心地が良かったよってところがねお伝えできればなっていうところと、あとはねちょっとね糸の方を入れ替えて少しね大きめのルアーを投げようなんていうね作戦、ありますので、まあそこら辺でね、まあ今度はね魚釣れた感じで、これねドラグ結構ねドラグクリック音入ってるんだななんていうのも、ね、ただね、感じることができたんで、そのドラグの効きであるとか巻き上げの実際魚かけてのね、パワーであるとか、まあそんな感じのところをお伝えできるようなね動画ね、今後作れればななんていうふうに思います。本来ねこれ使おうと思っているのは、暴走のリザーバーの真冬のちょっとパワーで引っ張る釣り、それで使おうと思ってこういうね、ギア比 5.5 っていうねローギアのモデル買ってみたので、まあそれにするとちょっとね糸も細めなので、もう少しね、太め強めの糸に入れ替えて、これからね、真冬の、バスフィッシングまだ間に合うかな、もう終盤戦のシーバスゲームなんかでも、チャンスがあったら使ってみたいと思います。
はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、買ったばかりのですね、ジリオン SVTW の1000、ギア比がね、ローギアのモデル、これでね、終日、霞ヶ浦で、小さいね、ミノとかを投げてみたらこんな感じだったよっていうね、インプレの動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。